はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は11月13日日曜日、聖霊降臨節第24主日の日曜日の朝を迎えました。今日もみんなと一緒にこの礼拝堂に帰ってくることができて本当に嬉しいです。そう、次第に秋が深まってきましたね。恵みの季節を迎えました。この季節の恵みに感謝をしながら、今日も一緒に礼拝を守りましょう。それでは共に礼拝を始めましょう。愛も私たちを助けてくださいます。共に賛美歌を歌いましょう。今日の手法を持っているお友達は手法を、子供賛美歌改訂版を持っているお友達は子供賛美歌を開いてください。賛美歌の130番、慈しみ深いを一緒に歌いましょう。共に11月のリタニーを祈りましょう。手法を開いてください。11月のリタニー、分け合いたいという名前のついたリタニーです。皆さんはみんなと書いているところと、あと一緒にと書いているところを読んでください。共に11月のリタニーを祈りましょう。11月のリタニー。神様、私たちの前には
たくさんの食べ物があります。大地の恵みに海の幸、すべての食べ物に感謝します。けれども神様、世界では10人に1人の人が今日食べるご飯がないのです。イエス様は5000人の人とパンと魚を分け合いました。キリストが分けられたパンに感謝、主の愛がみんなを友達にする。神様、私たちがすべての人と食べ物を分かち合えますように。アーメン。では共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、巡る季節の中であなたに名を呼ばれ、ここに集まることができました。ありがとうございます。秋が深まってきました。恵みの季節を迎えています。でも神様、先ほどリタニーで祈ったように、この世界には食べるものがなくて苦しんでいるお友達がいっぱいいます。ウクライナのお友達のことを思います。またミャンマーのお友達のことを思います。今もウクライナでは戦争が終わりません。またミャンマーでは政治が不安定となり、同じ国の人たち同士がずっと争っています。ご飯が食べられなくて端へ端へと追いやられている人たちがいます。神様、一人一人をどうかお守りください。みんなで食べ物を分かち合いながら、みんなで笑顔で生きていくことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。この祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。はい、では共に聖書を開きましょう。今日も新約聖書です。ローマの信徒への手紙12章3節から8節まで、パウロによって記されたローマの教会への手紙。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分からなっていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、予言の賜物を受けていれば予言、信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は心よく行いなさい。神の御言葉。今日もパウロさんがローマの教会の人たちに宛てたお手紙を共に見ていきます。どんなことが書かれてあったんでしょうか。ちょっと長かったし難しかったですね。もう一度聖書を見ていきましょう。今日パウロさんがお手紙を送っているこのローマの教会では、いろいろな問題が起こっていたみたいです。みんな貧しくて、今日食べるご飯がないよって苦しんでいて、問題が起こっていた
わけではありません。またいろいろなことができる人が少なくて誰も働く人がいないから困っていたわけでもありません。その逆です。ローマではお金もありましたし、みんなご飯を食べられるだけの力も持っていました。みんなでちゃんと分け合ったらみんなお腹いっぱいになるぐらいのご飯あったんです。そしていろいろなことができる人もいました。羨ましいですよね。しかしそれが原因でいろいろな言い争いが起こっていたみたいです。みんなえへんって自分を誇るようになっていたんです。私たちは神様からいろいろな賜物が与えられています。この賜物っていうのは自分が得意なことです。走るのが速い子もいれば、美しい文字を書けるお友達もいます。それらはみんな神様から与えられた大切な宝物であり、また賜物です。ローマの教会の人たちはその自分が得意なこと、走る子は速い子は走って、字がきれいに書ける子はきれいな字を書きながら賜物を用いて教会で奉仕をしていました。しかしそこからが問題だったんです。教会のみんなは自分はこれができると自慢し始めました。そして隣の人をけなし始めたんです。私はきれいな字で教会の看板が書ける、あなた速く走れるだけでしょ、それ何の役に立つの。そう、みんな一つ一つ神様から与えられた大切な賜物なのに自分が一番と思い始めたんです。そこでパウロさんは彼らに対して、自分を過大評価してはいけません、慎み深くありなさいと語りました。ここで語られているこの慎み深くっていうのは、ね、大きいお兄ちゃんお姉ちゃんたちはわかるかもしれませんが、謙遜しなさい、いや私はそんなことできませんからって謙遜しなさいということではありません。神様は私たちをどのように見ておられるのかということを考えて自分の姿を見つめなさいと言っておられるんです。かといって、難しいですよね。なかなか私たちは自分で自分のことを見ることができない、そんな存在でもあります。ついつい自分が偉いと思って変ってなって過大評価をして失敗してしまったり、逆に自分がちっちゃくなってしまって何もできなくなってしまいます。大切なのは私たち一人一人はキリストの体である教会っていうものを形作っている大切な一人一人であるということを覚えておくことです。神様から与えられているこの大切な賜物を用いながら、神様の栄光をこの地上で輝かしていきたいと思います。それでは共にお祈りをしましょう。手を合わせて目を閉じて心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、私たち一人一人に得意なことを与えてくださりありがとうございます。私たちはみんな神様からの大切な賜物を預かっています。でも神様、私たちは時々それが自分のものだと思って偉そうになったり自慢してしまいます。そしてお友達と比べてしまうんです。神様、そんな私たちをあなたは叱ってくださいました。私たち一人一人は神様から大切な賜物が与えられています。それをしっかりと用いながらこの地上に神様、そしてイエス様の香りを漂わせることができますように、栄光を表すことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。
では感謝の献金を捧げましょう。共にイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主法を開いてください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。共に神の栄光をたたえましょう。唱詠の25番、賛美歌の25番を共に歌いましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。はい、これでお礼拝終わります。ありがとうございました。そう、秋が深まってきましたね。まあ、芸術の秋とかスポーツの秋とか読書の秋とか、秋にはいろんなお名前があります。皆さん、今年はどんな秋を過ごしていますでしょうか。神様から与えられた賜物をしっかりと用いながら、ね、神様の恵みをいっぱいいろんな人たちと分かち合って歩んでいきたいと思います。それでは今日の礼拝これで終わります。ありがとうございました。ではまた来週の礼拝でお会いしましょう。